第22回サンライズカップオーマイグネスコを管理します角川秀樹調教師にお話を伺います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。まず率直なお気持ちお願いします。嬉しいですよね。はい、レース前の体調面などどうだったんでしょうか。まあ状態的には牧野さんと出したんですけど、3頭ともいい仕上がりかなと思って自信持って出しました。レースはどのように見てましたか。見た感じは、前に行った方が結構早いのかなとは思ったんですけど、状態面ではね、ない出来だったと思います。はい、そうですね、前を見ながら3番手、理想的な競馬はしたと思うんですけど、思った以上に逃げた馬が楽だったから最後差し返されたんじゃないかなと思いますね。はい、一旦のベルピット出たんじゃないかなと思ったんですけど、ね、おそらく一旦出てると思います。前を捕まえるのに4コーナー手前ちょっと足使った分、また差し返せられたんじゃないかなとは思うんですけど、オーマイグネスもそのあたりではちょっと根性を見せたっていう感じなんですかね。そうですね、前走も差し返すようなところは見せてたんで、勝負根性はあると思います。はい、あとグラビティモデルについてはどうでしょうか。それこそゲートの中でちょっとねガチャガチャしちゃって、難しい差が出たかなとは思います。決して力負けではないと思います。はい、さて、いよいよこの次と大きなところになると思うんですけども、はい、3頭ともどうでしょうかね。今日以上にね、しっかり調教積んでいい状態で出せればいいかなと思ってます。おそらく縦押しの手番になるんじゃないかなと思うんですけど、はい、そのあたりはどうですか。そうですね、どうしても揉まれたら弱いっていう馬はいないんで、いい結果を期待しています。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。今日はどうもありがとうございました。本番に向けて今日以上にいい仕上がりをして出走させたいんで応援よろしくお願いします。角川秀樹調教師でした。おめでとうございます。どうもありがとうございました。